どうもどうも、どうもお疲れ様です。やばいよねこの暑さね。今日ちょっとね気分を変えてね、こうまだね桜こう咲いてないんだけど、ほらまだねこんな暖かいの桜咲いてないけど、マグナムケーズってすごい立地条件いいところにあって、これちょっと今あるちょっと店からちょっと歩いたんだけど、皆さん見てください。目の前川だからね、通りに行ってブラックホース満タン置くからね、すごいキャットフィッシュも釣れるし、でこういうふうなほら桜、これ佐原で一番綺麗なあの桜のねこうあのとこなんだけど、まあ、こうやってね椅子もあってね、こうちょこう椅子こう椅子に座ってよ、こう春はよこう桜見ながらよ、こう反対かな、こうやって桜見ながらよマグナム名古屋に聞けみたいなのをちょっと撮影しようかなと思って、これ良さげでね、こうバーベキューしたりな、こうで、ほんでね、今日も始まりましたマグナム名古屋に聞けね、今日ね先ほどちょっとねお電話までいただきまして、広島のあの方からのねあの質問なんですけど、普段なんかあのこう川でよく釣りをしてるみたいなんですけど、そのなんていうかあれなんて言うんだろう、そのもうすぐ川が終わったらなんていうかあれがなくて水門とかなくてすぐもう海につながる川、要は汽水域の釣りでなんていうかその川の釣りを教えてほしいっていうことで質問わざわざお電話いただけたと思いますしたんですけど、とりあえず、川の釣りっていうのは、まあ、基本、こうシーズンシーズンで非常に魚の着き場所が違うくて、しかもそのなんていうかね、まあまあ条件合わないと、川の釣りって難しいんですよ。で特にそういう汽水域の魚って、まあ、海がねどれぐらい水温あったかいか分かんないんですけど、まあまあ水温って変わって意外とこう、まあ、僕たちはもう広島の川は多分上がどう雪とか降ったりしないんですけど、利根川みたいな大きいとこだとこう雪解け水って言ってその雪解け水が入ってくるんで、ここら辺はもうこんなあったかくてボコボコしてるんですけど、まだ今から雪解けた水が冷たい水って絶対川の一番下を走るんで、冷たい上は水面はあったかいんですけど、上の方はシャローの方はあったかいんですけど、そうやってなんていうかこう冷たい水はそこは走るんですよ。まあ全部そうなんですけど、川っていうのは下は流れてて下冷たい、ほんで上があったかいから、やっぱりバスってこう冷たい水を嫌がる傾向になるんで、上に来るから、雪代の入るとか雪解け水が入るとこはだいたいシャローからこう魚が釣れ出すんで、まあ、トップウォーターが効いたり、あと本当にもうシャローの方が温まりやすいから、深いところよりあったかいとこ、あったかい水のシャロー側から釣れ出すんで、とりあえず春は始まり遅いんですけど、こういう雪代の入るとこは絶対的に川はシャローから打った方がいいです。ボトムに掘ってもそれはあんまり良くない、今の季節からいくとね良くないので、シャローをメインに打つと、ほんで、まあ、広島だと多分雪潮が入んないから、そのなんていうか汽水域からの水だというと、まあ、上の方がどうなってるか分かんないですけど、田んぼの水とか入れ出すとやっぱりその白かきってて、こう農薬入れてやるやつあるんで、それをかかんないやってないような時を狙うのがいいので、多分ゴールデンウィークぐらいでしょ全国的にやりだすのは。だからそれをかかんないような時に、まあ、これからの季節だとまだね川って意外と本当どこもね流れあるから、ターンオーバーとかないんですけど、なんていうかね遅いんですよ。だから川にあるちょっとした水路とか水門とかからの方がメインのこうリバーより川の横にある本流筋じゃない水路とかそういう水門の中とか入ったところの方から
始まることが多いです。あとはそこがもし護岸されてる、まあほとんどな、あの汽水域って海から来るとか護岸されちゃってるんで、やっぱりバスがこういつ来にくいっていうのがあるんで、あのやっぱり水門とか水路かな、あの狙っていくとしたらやっぱそこの方がシャローだし温まりやすいし、真ん中のこうメインで流れてるとこよりはあのバスはまだ春だったら流れ嫌がっちゃう傾向にいるから、そういう支流系統を狙うのがいいんじゃないかな。ほんで産卵終わったやつが出てきたり、ちょっとこう流れの中にこう入ってくるような感じの傾向にあるから、その時はもうメインの、まあ、川筋を狙ってもいいんだけど、川っていったらこうベントしてるから、その要はベントしてるということはこの右側に当たった水がこっちに行く、ここに当たった水がまたあのこっちに行くって、こう順番にこうボン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 って当たるんですよ。それがあの人間ってまあそれをよく分かってて、そのテトラポットあれでしょ、テトラとか入れてるとこって絶対的に水が当たる場所なんですよ。だからテトラもね、そのまあね 20m もしテトラ入ってるとしましょう。ほんなら上流側のところへんがだいたいこう一番水が当たりやすい、水通しのいいとこだ、夏のパターンであったりそういうとこにやるんですけど、そういう上流抜いて一番上流側にあるテトラのとこは水が一番当たるとこだから、上流側は夏のパターン、そこに当たった水がこうよどんでこう反転流みたいなのが起きるんですけど、反転流起きたとこはテトラの一番下流側にあるテトラはもうほとんど流れが当たんないとこなんで、そこら辺は冬の釣りとか春先のこうなんていうか産卵、要は流れね、あのあるとこってあんまり産卵したくないのは、あの泥がかぶったりして卵がかえんないことあるんですよ。だからちょっとバンドの奥とかそういう水門の中とかあんまり流れをこう嫌がるっていうか、流れが当たんないところへんで産卵するんで、ちょっとでもそういうなんていうか流れの当たんないちょっとよどんだとことか、ちょっと硬いテトラが入って硬いとかゴルタが入って硬いようなとことか、あの橋脚の裏側とかみたいなとこねよくするんですけど、そういうよどんだとこをメインにあの攻めた方がいいと思います。あとね、これいいあの見極め方なんですけど、川あんでしょ、川って要は上から下にも、まあ、上流から下流流れるんじゃないですか。こういう川の時にこういう方向に入ってるなんていうか水路、川に対してこういう風に入るんじゃなくて、流れを入るんじゃなくて逆向きにこうなんていうかあの流れをさあの逆にできるみたいな場所があれば、 水路とか直角じゃなくてそういうとこがあれば、そこが多分産卵するとこに一番いいから、そういうとこをまあまあ春先は打っていった方がいいです。絶対的に流れの反対向きっていうか、こう90度じゃなくてなんていうか反対に向いてるこう水路みたいなとこは絶対的にメインだと思います。でそうですね、僕のね、まあ、経験、こっちこの水系にもね汽水域でまあまあ多いんですよ。ほんでね、テトラとかそういうとこやっぱりしかなかなか打たないんですけど、あとこのタイダルリバーなんでこう潮の満ち引きが非常に激しいんで、そういうとこはもう、まあ、要は朝船出しますって言って出しても昼に上がっかったらもう水全部なくなっちゃってて、上げんとこねえじゃんぐらい、押して上がっていけないとダメなぐらいの水のあれがあると思うんで、特にそういうね、あそこは瀬戸内海だからすごいあれが水位のあれが激しいから、やっぱりもうメインに狙うのは深いとこだね。ちょっとでも深いとこなんでテトラと水門、しかも狙うでいいんじゃないかな。変に足とかあったりこうなんかあってもなかなかバスってそういうとこつかないから、硬いとこ好きだから、人工物みたいな、あと橋脚とかね、そういうとこもメインでいいスポットだけ打っていくような感じがまあ一番近いんじゃないかな。特に泥質とかそういうとこが多いから、そういうのも踏まえてテトラの周り、さっき言ったように夏は上流側、冬は下流側のテトラで、まあ春先もちょっと下流側にして、秋と春って大体釣れるとこ一緒なんですよ、利根川って。だから釣れるとこ
春に強いたとこは秋も打つで、夏は逆で、夏この流れの強いとこ打った時は反対側のあの水の流れのないとこ打つみたいな感じにすれば、だいたい川のバスは攻略できる。で水位によってさっき言ったようにこうバスの付き場ちゃうから、自分でまあ行くとしたらここの水門の高さあるでしょ、高さまで今日は水来てるってマックスの水の高さだったなと思ったら、その釣れたとこを覚えとくんですよ。あの釣れた場所ももちろん、まあ、テトラとかそのとこがまあメインになっていくんですけど、釣れた場所じゃなくて釣れた時の水位を覚えといた方がいい。だからあのさっき言ったように水門、まあ俺らはよく利根川とかでやるときは、利根川はまあまああのきつい域じゃないんですけど、タイダルリバー市場なんで船出す場所をいつもまあ一緒だとすると、そこに出したときに今日の水位はここだって、要は今日はあそこの見えてるテトラが一番上の部分まで水が来ちゃってから、あ右側のあそこのエリアでよく釣れたからあそこ行けばいいなとか、今日はあのテトラがもう半分以上出ちゃってると、ということはそこがもう今までのとこは干上がってっから、この深いエリアのこの右あの左側にあるあそこのあそこは深いからそこを打つみたいな感じで、釣れた場所じゃなくて釣れた時の水位を見た方がいい。だそれを覚えといて、今日はこの水位だからここに入るとか、逆に言えばそのさっき言ったね、午前中は干上がってったけど午後から水位が上がってきたということは、深いとこからあの浅いとこにこう刺してくるバスがいるから、水位の状況でこのテトラの時はここに打つ、このテトラより水位が低い時はここを打つみたいなとこを覚えとけば、だいたい魚にもうつくとこ一緒なんで、絶対的に出会えることが多い。ほんで川のバスってすごいなんていうか、まあ基本中の基本のような動きするんで、一級ポイントあるんでしょ、特に流れの当たってるもうベイトが入ってくるみたいな一級ポイントには一番でかいバスがいる、一番いいバスがそこを陣取ってる。ほんでそのバスもスッとすんじゃん、でリリースすんでしょ。ほんならまあちょっとバスも嫌がってそこには入れないんだけど、ついにまた新しいバスがその場所に入ってこう餌食って待ってたりすること多いから、釣れた場所 の, 一番いい一級ポイントは絶対的に行きで釣れたら帰りも打った方がいい。ずっと長いじゃん川って。だから釣れた場所は行きも打つし、釣れたとこ覚えといて行きも打って帰り際も打った方がいい。それでそこでなんで帰り際出なかったかだろうなって考えていくと、水位がさっき言ったようにもう干上がっちゃってるとか、水位がもっと増えてもっとバスバス入ってたみたいな感じになってくるから、水位を見ながら釣れた場所はもう一回帰りも打つ。そしたらあこの低い水位の時はやっぱりバス来ないんだな、あこの高い時にはバス入ってくるんだなっていうのが分かってくるから、絶対的にそれは必要だと思う。であとはね、ベイト川のねその汽水域ってまあまあ魚もでかくなるんですよ。なんかわかんないボラ食ってたり、いろんなカニとかああいうの好きだから、そういうバスそういうの食ってるから すごいいいバスも釣れるから、ある程度しっかりしたタックルで、ほんでその時々のルアーセレクト、まあもう落ちてすぐ流れちゃうやつなんでダブルスイシャーとかの方がいいんですよ。どうしても落ちてすぐ見てること多いから、落ちて一発目で動いてくんないとダメなんで、ポツンと落ちて、まあ、動き流れに入った時に流れるのはダブルスイシャーが一番やっぱり水上がいいので、落ちてすぐ動くようなルアーの選択がいいと思いますね。うん、ペンシルとかポチャンと乗って今からアクションするまでシューッと流れて美味しいとこなくなっちゃうじゃん。だから落ちてツルツルリってもう音出してくれたりするようなやつの方がいいね、バドみたいなやつとかね。まあそんな感じです。あと狙う上でやっぱり言ったらね、テトラとか水の反転流あるとことか下にゴロッと入ってるとことかで、ね、で食うバスって流れの上流側にいますから、みんな流れたこうよどんだこういうところにいると思うんだけど、空気あるやつは一番流れの最先端の一番上にいる。だからまあ言えばこう川あったらここにゴルタいっぱいってんだ、この上流のここ狙わないんだね。ほんならバーンって食ってくる。これはねまあまあやばいっす、やばいやばいこと言うてますから、そこを狙えばまあまあよどんなとこ掘るよりいいと思いますよ。
じゃあまたちょっとね一回試してみなさい。また質問待ってますんで、いつも待ってます。よろしくお願いします。おやすみなさい。ラインだとちょっと柔らかめ、まあ、ちょっと柔らかめというかある程度スローかかってから柔らかくなるさ。でナイロンだとちょっと固めないと伸びちゃって普及してない。だ昔のちょっとトップオーダーって要はナイロンラインで柔らかい竿でってやってたけど、あれは当時ねもうほんまにブラックバスを釣りに行ったらよ下手したら100匹釣れた時代なの。